はい、皆さんこんにちは、一輝です。ベヨネッタ実況プレイパート14始めていきます。で、今回はチャプター13四原則知恵いきましょう。スタート。さーて、どんな敵来るかな。いきなりボスはないと思うから、あんまりフラグ立てないようにして。怖っ。おう、メリッサ大帝守ってんのかな、これは。おい、チェスやるな。大丈夫よ、すぐに戻るわ。かっこいい。マミーはお仕事なんだよ。うわっ、え、本気で。あの女逃げたか。人間など当てにならぬ。ボスでーす。サピエンチア。我が来たのは他でもない、お前が主神ジュベレウスの復活に。ナイスショット。もうおしゃべりさんはうんざり。こんなところでのんびりできるほど暇じゃないし、話はあんたたちのボスに聞くわ。あの男がボスだと。男、500年前の復活祭もあの男の不手際で水の泡に。とはいえ、人間を魔女狩りへと駆り立て、忌まわしい者どもを一掃してはくれたがな。魔女狩り、その後も来たる復活祭に備え回ってる。なんか町の卓工に勤めてくれた。残るは世界の目、海岸のみ。やってくれるじゃねえか。よっ、ちょ、これ操作すんのかよ。危ない危ない、それはつらいな。ちょっと殴ろう。おく、危ない危ない、下から来るぞ。よし、よくろよくろ、よーし、あぶね。とりあえず左足、左じゃない、こっちから見ると右か。全部の顔を潰せばいいっぽいな。やばい、来る。よし、行こう。危ない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 。ひー、潜り上がった。こっちだ、よし、前から来るぞ、気をつけろ。避ける。あぶねっあとこっちか。おい、当たっちまった。よいしょー、いっしゃ、あと一個。ほう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 、いけ、落ちろ。よし、足終わり。え、クライマックスって言うんだけど大丈夫？え、体力メーターめっちゃあるんだけど。おう、スパイダー。
あ、逃げやがった。行きなさい。あ、自分で行くの。おう、乗った。あ、え、なになに、あのカウンター、あ、これで動かしてここに行けと。よっしゃ、よし、成功。うわっ、顔が出た。どこだ、避ける、避ける。で、前から来るのもタイミング見て、タイミング見なくてもこれ避けられるわ、左右移動で。ここだ。まあそんな簡単にクライマックス出たけど、そんなわけないよな。やばい、成功した。あ、できるんだこれ。危ない危ない。よし、殴れ。ふう、で、また下から来るから避ける。別に回避行動しなくてもよかったっぽいな、これ普通に真ん前とかしか来ないから、普通に移動で避けれたわ。よし、もう一回。ほら、ここだ。やばい、お前また逃げやがった。これは避けよう、これも避ける。危ない危ない危ない。で、前から来るのも避ける。ふう、で、顔が来るのを殴る。よし、くそ、また回避。ほら、危ない、危ない、くう、食われるとこだった。ざーっと、よし、今だ、クライマックス。これでどれだけ削れるかだよ、ほんと。こっち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 、カウンター。いけ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 、そのまま、そのまま、カウンター。うわ、外した、カウンター失敗した。こんな野郎、カウンターミスったの痛いよね。危ねえ、こっちだ。この間抜けが、よし、さあ来い。よいしょ、殴れ殴れ、もうちょい。よし、発動、いくぜ。よーし、あの、おい、カウンター。あのスパイダーのとこに行こう。カウンター、おとなしくしろ。いただきます、おいしい。どこまで削れる、これで。よし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 、どこまで行った。うわー、うわ、うえ、どうしろって。
入ってけってことか。おう、逃げろ逃げろ。これどこだ。とりあえず近づいてこう。よし、これ壊せるわけではないか。よし、で、いた。ほら、もうちょい、あと3分の1ぐらい削れば終わる気がする。おお、飛ばされた。戻されてる戻されてる戻されてる。近づいてレーザー避ける。今のうちに。うわっ、何食らった。レーザー避ける。これ殴る。まあさすがにこれ殴ってもしょうがねえしな。あ、いてててて、出たな。今だ。おい、うわっ、あ、嘘だろ。食われた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 。戻される気がする。あと1回で終わらせよう。すげえ風圧だなこいつ。うわ、食らっちゃってる。なに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 、ここまで来て。ここまで来て一挙に。あ、よかった。アイテム使ったのはしょうがないが、そのためのレッドホットショットだ。最後の最後すっげー食らうんだけどこいつ。もうこれしかない。ちょっと姑息な手段。はい、クライマックス。ね、ギリギリだわ。おお、スパイダー。はあ、よかった。吸い込め。あ、獲物は 網で捕らえましょう。わあ、ちっちゃいルパカ。食らいつけ。連打連打連打。よし、ゲイ外ろ。お、あ、わかった。ふう、え、あんたたちみたいに宝石一つに目の色変えるような人には飾り物は似合わないわよ。そんなこと言ってたっけ。宝石、それが我らの求めるものだと。はははは、笑わせてくれるな。ジュベレウスの祝福あれ。お、沈んでった。おお、上がってきた。あら、おかえりチェスター。遅い。おお、嘘だろ。落ちるなよ。マミー、言ったでしょ、すぐに戻るって。チェシャ、そろそろヘリの操縦に戻ってくれない。
こっちは手が離せないの。自動操縦？大変なことになってると。さて、これからどうする？いっそスピーカーで派手にワグナーでも流しながら颯爽と乗り込むか？いいわね、派手に行きましょう。プライベートヘリなんて楽しい空の旅になりそうだわ。プライベートじゃねえだろこれ。ルカ航空101便ご搭乗の皆様ごきげんよう。うまいな。今日のルカがご案内いたします。危険なフライトに備えてシートベルトをお忘れなく。意外と乗ってくるな。あー、レッドホットショット使っちゃったしな。そんなもんか。はっ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 は。これ使ってなかったらベヨネッタの銅像かなんかだと思うんだけどな。よし、まあシルバーランクで、エンジェルアタック。エンジェルアタック。相変わらず弾少ねえな。あ、しまった、外した。よし、これがここに来るよね。早い、早すぎる。あっ、しまった。2600。ヘイロー。さて、またレッドホットショット追加しとくかな。コマを進めて、もうちょっとで着きそうだな。と、まあそんなわけで、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。